ヨガ。今日も僕たちがアルインタビシャシャコア。はい、ということでね、今日はですね、渋谷といったらどこ、同じ場所に集合するまで帰れません。おー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 、企画の方から説明していきますと、はい、今ジョーガも含め4人いるんですけれども、はい、メンバーがバラバラのところ、はい、配置されます。そこから渋谷といったらどこというのをそれぞれ考えて、はい、集まってもらう、はいはい、で制限時間は10分、10分以内に自分なりの渋谷といったらどこっていう場所に行ってもらいます、はいはい、それで一致するかどうか、メンバーの絆が試される。あー、なるほどね。はいはいはい。まあでもこれちょっと田舎者の龍河にはちょっと不利な、おいおいおい、あれかも、ちょっと8個しか知らんから、おい8個しか知らんから、おい都会っ子だよ。何回ぐらいでさ一致すると思う？一発で行きたいけど、俺の予想絶対ね、変なとこ行くのよ。絶対変なとこ行くのよ。行かないよ、そんなやめてな。初めてやろ。他のメンバーさんにご迷惑かけられない新メンバーですもん。はい、ということでね、はい、これから、はい、散らばってもらって、はい、10分経ったら電話でね、どこにいるっていうのを確認して一致するまでやるので、はい、皆さんお楽しみに。楽しみ。それではやっていきます。財布落ちた。じゃあ今から5分、はい、時間取ります、はい、で1分適当にばらけてください、はい、でそこから5分経ったら連絡するので、はい、そしたら10分スタート、よーいスタート、はい、一緒のとこ行くよとするなよ。いいじゃん、頭からいいじゃん。じゃねー、じゃねー。まあとりあえずね、5分後スタートということで、スタート地点まで行ってちょっと休憩したいと思います。なんだろうな、渋谷といえば、まあ一回後でそれは考えるのは、どこ行こうかな。俺さ、あんまりこっちの方来たことないからわかんないんだけどさ、恥ずかしい、ぼっち YouTuber やな、すげえ、めっちゃ見られるんだ。帰りたい。はい、待機していきたいと思います。一人でカメラ持って渋谷で歩き回るのは初なので、なかなか恥ずかしい。お、5分経ちました。じゃあちょっとみんなに連絡してゲーム開始したいと思います。はい、今から向かっていきます。鼻の高さ一緒。本当はこのモアイ像のところ行きたいんだけど、多分リョウガは知らないから、ちょっとリョウガが行きそうなところを狙ってわしらは行こうかな。渋谷といえば。じゃあ開始だ。うわー、恥ずかしい。とりあえず8校でいいかな。8校行こう。渋谷って言ったら8校だし、多分よく8校しか知らんから一旦8校行こうと思います。もうやだな、こうやって人がいっぱいいる中カメラ持って歩いて喋ってんの。どうも、もちゅうしゅうごです。うわー、いやもうこの企画さっさと終わらせて帰りたい。恥ずかしい。いやマジ人多すぎだろ、道玄坂やばいな。帰りたい。渋谷ってさ、結構さ多くない？そのなんか待ち合わせスポットとかさ、なんかなんだろう、なんかでかいさやっぱ建物とかさ、なんか多いじゃん。だからさ、そのなんか待ち合わせ系か、なんか施設系、お店系で行くか、メンバーだからこそここだろう、なんか知ってるみたいな、なんかあったりするからさ。はい、じゃあ今から向かいますよ、渋谷の交番に。普通にやってもつまんないだろうということで、なんで
僕が一発目に行こうと思ってる場所は道玄坂上の交番です。もう絶対来ないでしょこんなとこ。え、てかこれ交番の前立っててさ、何してんのお兄さんとか言われないよね。大丈夫だよね。まあいっか、言われたら撮影してますって言えば一発目は合わせる気ありません。なんならちょっと二発目もね、変なとこ行ってやろうかなって思ってます。かき乱してやろうかなと。この画角を見たら両が悟る K は怒るのかな。いや、そんなことで怒るような心狭い奴らではないから、うちのメンバーは最年長だから許してくれるでしょう。はい、わしはこちら宮下パークに来ました。見ての通り JK とカップルだらけなので、あんまり声を出すことができません。の端っこでちょっと遊びます。はい、ちょっとここでみんな来るの待ちたいと思います。俺的にはリョウガとサトルらへんは来るって思ってます。だから多分リョウガは来ると思うんだよね。っていうか渋谷って言ったら結構宮下パークじゃね。よしよし、いや結構歩いたよ。意外と遠いな。もうちょっと、あ、メンバーいない。終わった。じゃあみんなから連絡を待ちたいと思います。こんにちは。渋谷といえばここって、もうここしかなくない？まずこれみんなわかるかな、ここ。渋谷ストリームに来ました。いや、渋谷といえばここでしょ。そう、見近かったんでね、この階段のとこで。渋谷っぽいからし、結構さ、ここの階段でなんか待ち合わせしてる人とかいるのと、結構この目の前の広場でさ、時々イベントやってて、なんかやってるのよ、イベントとか。だから結構渋谷の中でも賑やかな場所だと思うので、まあ、誰か来てくれるといいけど、今んとこね、周りに全然メンバーは見えない。どうせハチ公とか行ってんだろうな、ありきたりなとこ。でもそれじゃ全然つまらん。はい、ということで着きましたよ、交番に。とりあえずここで合図があるまで待機ですね。まさかね、交番に行ってるなんて思わないよね。あ、ちょっと電話が来たんで一旦電話に出たいと思います。ほんなら。これマジでさ、終わんなかったら帰れないからね、今日マジで帰れないからね。来た。あれ見えない。はい、ということで今電話してきたんですけど、残念ながら誰も会えませんでした。いや、ケイちゃんがさ、宮下パークいたわ。いやー、けど一応これ次今から10分開始するんですけど、同じ場所行ってもいいみたいになってるんで、ケイがどう動くかだね。宮下で信じて待ってるか、逆にストリーム来る可能性もあるしみたいな。ということで2回戦10分スタートしていきたいと思います。なんで交番やん。絶対八甲でしょ。だからちょっと今回はちょっとハチ公で待ってみようかなって。一人ぐらい来るんじゃないかなと思うんで、ちょっと待ちます。ここでボッチ YouTuber として待ちます。はい、ということでね、まんまと一致しませんでしたね。でも意外となんかリョウガがストリームにいたな。リョウガがストリームに行くとは思わんかった。第2回戦も俺はかき乱していく。なんでそこおんねんって言われたけど、まあそれが狙いなんでね。面白くしたいじゃん、動画は。やっぱり
第2回戦目もわけわからんところに向かいます。それでは行きますか。やっぱレンさんはそう来るよな。渋谷の交番って一回行ってるから、俺ら動画で、自販機の動画で一回行ってるから俺らに関係はあるんよね。だからそういう系で攻めてくるんかな、レンさん。そのなんか俺らが一回なんかで行ったとか、なんかそういう。でサトルは8校でしたね。まあそうなるよね、まあ、普通8校だよね。はい、着きました。はい、渋谷タワレコ前です。渋谷タワレコって言ったら誰もがあーってなるでしょ。であと INY ちゃんたちがやってるからちょっと見に来たかったってのもあってチョイスしました。じゃあ待っていこうと思います。作戦はレンさん捕獲大作戦、これでいこうと思います。サトルとケイトは出会えたけどレンさんと一生出会えねえみたいな風になると思うの、この感じだと。だから逆に先にレンさんの見つけとくことで多分めっちゃスムーズにいくんよな。なんか面白いとこ行きたいんだよな。わかりやすくて面白いところ、どこだろうな。あ、いいこと思いついた。あの自販機の下をでバイトより稼げるっていう動画上がったじゃないですか。あれの、まあ、あのオープニング撮ったところにしようかな。もう渋谷といえばどこっていう概念を全く無視して今俺は行動しています。多分ここだよね、画角的に。うん、ここっぽいな。じゃあここで待機しようかな、時間まで。はい、ある場所に着きました。ここはですね、僕たちが初めて出会った場所です。ここも仲間意識の高いレンさんなら来るんじゃないかなって思ったんだけど、よくよく考えたら初めて出会った時ってレンさんメンバーじゃないくってマネージャーだったから、あの、あんま思い入れないかもしれない。ちょっとミスった。はい、ということで10分経ちましたので、またみんなに電話かけていこうと思います。レンちゃん、なんでホテルいるの？なんでホテルいるの？誰か来るかなと思って待ってみたけど、ハチ公誰も来なかったんで向かいます。いや、これもう一人欲しかった、二人がよかった。ほんとさっきこけかけた時、いや、てかこけたんだけどめちゃめちゃ恥ずかしかった。じゃあ3回目向かっていこうと思います。そろそろでもこれはいけるな、回数こなしたらもう多分どっかで会うってことが分かった。じゃあ次は、どうしよっかな。ディズニーストアとかもいいんだけどね。とりあえず誰かと被ればいいから、ちょっと考えていきまーす。レッツゴー。はい、ということで3回戦目行くんだけど、いやー、なかなか会えないね。レンさんは自販機の動画のオープニング撮った場所にいて、なんか自販機攻めしてくるんだよね。で、なんかそんな感じで来るから、俺ワンチャン次俺がドッキリ仕掛けられたところにワンチャン来るんじゃないかなってちょっと思ったんだけど、レンさんその撮影に参加してないから場所知らないのね、多分来ないから、ちょっとレンさん攻めしようと思ったけど一回諦めて、ケイがタワレコにいたらしくて結構近いんだよね、だからちょっとワンチャンケイ狙い。逆に惑わせすぎちゃったかもしれない、これはちょっと難しくなったぞ。3回目からガチ合わせに行こうかなって思ったけど、リョウガが俺に合わせに来るっつってたから、でリョウガはあの自販機の動画の場所を攻めてるって思ってるみたいなんですけど、俺全くそのことは考えてなかったんだよね、ごめん涼が。これどうなんだろう、自販機で攻めた方がいいのかな、思いつかんのよな他に。いや、とりあえずサトルのなんかサトルが動かなそうだから8個前行ってみようかな。なんか自販機攻めで来ると思ってる涼がは、あの1万円を見つけてたところに
来るんじゃないかなと思ってるんだけど、それ以外だってなんか印象的なところないもんね。うわーどうしよう、本当に自分で自分の首を絞めたぞ完全に。いやでも本当にレンの思考回路今日やばいよ、やばすぎるよ。カズマみたいになってるよ、いくらカズマいないからって。今日第二のカズマが生まれてるよ、怖いよ。読めないよ頭の中あの人。ちょっと向こうは人が結構通るから邪魔にならないようにこの薄暗いところにいましょう。うわなんかでも来る気配ないな。でも今回はちょっとね、意外とみんなのスタンダードが分かるというかそういう企画だと思うから、でじゃあ電話がかかってくるまでちょっと待ってみようと思います。N 車で待ちます。おっていうかこんなに歩いてるのにすれ違わないのもなかなかすごいな。これ次の場所はもう決めたんですけど、多分ね、まあ、渋谷の、まあ、ここなら来るだろうと、こちらです。じゃん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 、はい、ドンキ、ちょっとここで待っていきたいと思います。とりあえずこのドンキホーテで待ちます。あいつらどこ行ってね、ヘタレがバッバかな。じゃあ待ちます。次宮下行くわ俺。宮下近いからさ戻ってくる可能性悪くない？ちょっと K にこれ出会いたいな。俺なんかと K と一緒に行った場所とかあるっけな。今あんな変なマニアックなとこ行かないと思うから。でその K もその知ってるから俺がどこにいたかは。で場所的にはやっぱ近いんだよね、お互いのちょうど真ん中ぐらいだからワンチャンある。これはワンチャンあるのでマジで狙っていきたい。ちょっと配信者のふりするわ。あ、ありがとうみんな、ありがとう。わ、すごいいっぱいいっぱいありがとうね、ハート嬉しいな。いるでしょう多分。サトルは恥ずかしくて動けない人だな。誰かが来るっていうのを信じて待ってると思う。ただ俺はサトルを信じる。うわこれでいなかった時マジ地獄だな。信じてるぞ。え、いない？待って、いないかもしれない。うわ終わった、いないわ。うわ、いないわ、最悪。まあまあとりあえず龍河の電話を待ちますよ。ハチ公で一人で寂しく、また電話が終わったら回します。あはあはは はあ、なった。では電話かけていこうと思います。ちょっと分かってきたから多分次で仕留めるわ。だいたいあの子たちの場所分かってきたよ。だから次そこから近い場所と想定してから、もう唯一残ってる行ってない場所が1個だけあるんだよね。絶対あそこやろなっていうところを行っていきます。これで無理だったら俺は坊主にします。だから次のライブお楽しみに。でも4回戦目にもなったらこんな人混みの中で自撮りしながら一人で喋りながら歩いててももう何も思わんくなったわ。あと2分ですね。ちょっと2分で行けるかな。ねんねん合わせてくれたんやな。ねんねん、ハチ公にいたって。うわー、もう一回ハチ公戻る。ワンチャン待つ可能性かけてもう一回戻る。109とか行く？109かハチ公に戻ってワンチャンかけるか。もう一回だけハチ公行ってみて、ダメだったらちょっと109とかにも次アプローチかけてみようかなと思います。ハルキュー。
はい、じゃあマルキューで待ちたいと思います。てか多分来てくれると思うから待っていきます。てかここで待つのが一番恥ずかしいというか、待ち頼むぜ。誰かしら合流しないとまずいよね。やっぱ固めすぎて前髪めっちゃ連動する。戻ってきてしまった。ハチ公前に。いやおめでとうしい。めちゃめちゃいてほしいけど、いなさそう。待って、サトル来た。よっしゃ、絶対戻ってくると思ったんだよ。マジここで一人が書く地獄だったから。見つけた時の安心感やばい、やばいやばい、泣くかと思った。え、でも絶対リョウガの系は来ないよ。来ないやろな、この時間で来なかったら来ないよ。109とかいそうだけどね。まあ、とりあえずサトルと合流できたっていうことで、しゃー、まあ、リョウガの電話をね、待ちましょう待ちましょう待ちましょう。渋谷オーウエストさんに来ました。僕たちのワンマンやる場所。いや来ると思ったんやけどな。しかもエイジアも近いからさ。ということで残念ですが電話かけていきたいと思います。残念ながら誰もウエストには来ませんでした。そしてついにレンさんとサトルが合流。しかも8個、もう予想外れた。8個いたんだレンさん。次の俺の作戦は動きません。もうウエスト待ちで、多分レンさん、それこそレンさんとか結構そういうの好きだから、ちょっとエモいの、なんかみんなでワンマンする場所にみんなで集まるみたいな好きだから、マジでワンチャンあるこれは。でサトルも一緒にいるからここで出会う可能性あるよ、マジで。信じてちょっと待とうと思います。僕は、はい、次行こうと思います。あいつら協調性ないから、あのマルキューに来てくれませんでした。まあ俺らっぽいところをちょっと狙って次行こうと思う。これで無理だったら俺は坊主にします。だから次のライブお楽しみに。へへ。俺坊主やん、最悪。これカットしてね、リョウが。坊主しないから俺、よろしく。それじゃあ次の場所に向かっていきましょうか。ちょっとここで集結したいなっていう場所に願いを込めていこうと思います。次ダメだったら、みんなのことを信じて俺は眉毛全剃りします。そろぼちつくね。 K はね来ないかもしんないけど、どうなんだろう。でもレンさんとサトルは来ると思う俺。もうこれ分析です。あともうレンさんの性格上絶対俺は来ると思ってる。協調性協調性って言ってますから、もうそれなりにここで多分協調性狙ってくる。待って、いたぞあいつ、いたぞ、いたいたいた。すごくない？ウエストで集合できたらめっちゃエモくない？うわぁ、来た、やったやったな。うわぁ、俺待ってたんだな。お前協調性があるな。待ってたな。あいつら協調性ないからな。あいつら協調性ないわ。誰か来てくれるかなと思ったんや、やっぱウエストね。もうさ疲れてきたからさ一旦行こうみたいな。ウエストは俺らのねワンマンするとこだから。聖地ですか。そう、やっぱここで験担ぎしないとと思って待ってたよ。やっと出会いました。なんか俺はケイちゃんに振られたから何回か。やっと出会えたね。うん、あとね3分、あと4分ぐらい。サトルずっと8個にいるやん。ほぼ8個。
はい、うん、やということで今リョウガから電話ありましたね。ありました。いや1戦勝った今回。惜しかった。いやでも K と会えた可能性もあったっ。あったね。K マルキューいたもんね。そうマルキューとここで迷って、うん、こっち来たから。まあでもね連が待ってくれてたからそれでいいです。でリョウガがオーウエストにいたのかな。12月に僕たちのオールインのワンマンが、ね、開催される会場の前ですね。エモいことやるね。なちょっとエモって思っちゃったよね。まあオーウエスト集合したいな。いやオーウエストに集合できたらワンちゃん結構いい動画になるぞこれ。いやでも俺怖いのとかさ、うん、8校で合致してるわけや俺ら、うんうん、8校に来ねえかなと思う。あー確かに。まあ合わんかったら合わんかったで、うん、もう一回8校戻す。また戻ってくればいい。で一回オーエス行こう。一回オーエス行こう。よしよし。なんか俺それこそレンさんさそういうのエモいの好きじゃん。レンさんとかは性格的になんかウエストでみんなで集まったみたいなのが好きそうやな。確かに確かに。そういうちょっとキモいとこあるから、ね、そう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 。キモエモいとこあるから、ね、重い重いじゃん。愛が重いから。あの人それもちょっとキモいよな。そうだから来るかなと思ったの。だからどっちかしたら俺レンさんたちが来るかなと思って待ってたのよ。そしたら K が来てくれた。愛があります彼も。オーウエストで会えたら結構嬉しいかも。いやこれはエモいよとか言って2人だったらマジ悲しいな。うん、1個前にオーウエスト行こうかなと思ったの、うん、けどいやそこねえかと思って、うん、ラブホにしたんよね。なんでラブホ行ったんだよ。ラブホの方がいいかも。え、いるかなどうだろう。いやさすがにそろそろ会わんと。いやもうやばいよ。俺に協調性やばいやろ。やばい。俺がいつも言ってるから協調性ないよ。もうすぐ10分経つんじゃん。それだね。もうそれだね、うん、頼むぞマジ量が。うわ来い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 。いてくれそのまま。うわっ、あ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 っ、いるやん。あの金ガッパは金ガッパと金ガッパと紫ガエルおるわ。うぃいた。うわっ。こなせやな。うわ来た来た。すげえ。マジ無事やった。ウエスト集まった。ここでねワンマンもありますから。そうだ、ね、ありますからね。ちゃんとみんなワンマンに気合が入っていることがこれで証明できたね。今でも K 絶対来ないと思ったけど。俺も K は K 一ちゃん協調性ないから。そう、お前ら協調性ないマジで。まあでも109は俺のこと好きやから。そう、それで来てくれた。それで来たんですか。ということで、はい、無事に集合5回転。そう、5回だね。おー、でもまあ、でも早い、まあ、早い方なんだ。俺結構もう暗くなるの見てて、俺もちょっと覚悟してた。俺次のスケジュール多分なくなると思ったもん。まあ渋谷といえばって感じではないけどね。まあまあ、でも俺らといえば、オールインといえば。そうだ、だから結構いい感じのね、結末になったんじゃないでしょうか。ということで、この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、SNS のフォローもお願いします。お願いします。それでは、僕たちがオールインでした。ありがとうございました。12月5日のワンマンの会場、ここだよ。ここだよ。オフェー来てねー。トンコトンコとんがってシャイナー、誰より自由にフライナー、僕らの想像よりもずっと速い、逃げてく季節に負けないスピードで輝け。 Hands up 掴めたいよ、もう Hands up 僕らがいることを確かめ合ったなら行こうよ、自分勝手上等で Go